はい、こんにちは、今日はヤンマーのエコトラ EG48、48馬力の、キャビン付きのトラクターをご紹介したいと思います。まあ見ての通り48馬力のピカピカのトラクターになりますね。で、30キロの重しが、3個ついてますんで90キロ、合計の重りが 前方についております。で、ぐるっと回っていきましょう。山も十分ありますね。ひび割れないです。バッチリですね。これはタイヤが O2 で、後ろロータリー回りまして、ニプロのロータリー SX1908H、で、後ろからの、水平ですね、水平の上下、向こうもついてます。で、下確認してほしいんですけど、牽引ヒッチも、ついております。で、爪は、若干減っておりますけれども、まだ使用可能かなっていうレベルだと思います。で、外部油圧取り口が、あります。もちろん作業灯が後ろと前に、前に4灯、後ろに2灯かな、ついております。はい、じゃあ中のご紹介します。まだ若干新品の香りが漂いますね。じゃあエンジンをかけてみたいと思います。アワーメーター679時間です。いやー、エアコンも、ラジカセがついて、右左とエアコンの出し口があります。ワークランプに、ワイパー、ギアが、フロント、リア、ニュートラ、ポンパの上げ下げ、副変速が、1、2、3速で、超低速クリープの入り切り、PTO の、1、2速、3速の、逆転ギアですね。で、メインギアの、1速から4速まで。で、アクセルですね。で、こちらフットでも連動になります。PTO の切り、水平オート、セッティングの部分です。で、フロートの長さ調整ですね。で、作業機が上げの状態で、非常に比較的綺麗な、コンディションのトラクターになります。